はじめにサムネイルでちょっとだけ調子乗ってすいませんでした。はい、どうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということでですね、本日なんですけども、ちょっとね、初挑戦なんですけどね、僕普段こういうことやらないんですけど、ちょっとね、投手の評価、まあ、選手評価ですね、まあ、このゲーム内の、をやっていきたいと思います。はい、まあ、リアルタイム対戦、まあ、リーグオーダーを重きに置いて、やっていこうと思ってるんですけど、まあ、普段僕こういうのしないんですよね。僕結構まあ、このゲーム内で結構こう、まあ、辛口というかこう、バンバン言っちゃうので、こういうことするとちょっと、いや、強いからとか、お前調子乗んなよとか、いや、そんなことないからとか、まあもうバンバン言われるんで、まあちょっとあんまり好きじゃないんですけど、まあね、もうすごいね、DM やら、もうリプやらでね、ツイッターの、すごいんですよ、評価してくれと。まあシーズン変わったことですし、新しいシリーズが出たということでね。なので、まあ今日はちょっとその評価というものをやっていきたいと思います。もう遠慮なくいきますよ。はい。で、リアルタイム対戦ですね、今現状なんですけど、正直言って今のランク戦の現状、別に対して今出た選手全部強くないんですよ。まあまあ、それをちょっと理解した上でちょっと見てほしいですね。はい。ただ非表示の大会になるとこれがまた別なんですけどね。まあそこを分けてちょっとね、評価もしていきたいと思います。はい。で、そうですね、12球団の選手をもうポツポツピックアップして、まあこの選手はすごいこういう感じでリアタイ使えるとか、まあリーグオーダー入るとか、そういう感じで、まあもうバンバン行っていきたいと思ってますんで、まあ12球団さっと見ていきましょう。はい。まず西武ライオンズ、西武ライオンズね、もうリアルタイム対戦で使える選手はいないですね。はい。まあ、強いて言うなら、ヒース選手かな。うん。まあ、ツーシームがある選手は、まあ、基本リアルタイム対戦では、まあ、結構重要なんですけども、まあ、正直言ってさっきも言った通り、ランク戦はもう、無法地帯なんでね。はい。もう上位の方はいくらツーシームがあろうが打ってくるんですよね。なので関係ないんですよね。ただ非表示の大会になると強いです。ツーシームとスプリットっていうのがもうこの2つですね。けどただヒース選手はスプリットの落差が低いので、まあ高めから落とすスプリットとかが結構有効かな。ちょっと噛んだ。はい。セーブはそんな感じですね。で、注目すべきソフトバンクですよね。僕ソフトバンクは千賀投手と甲斐野投手を挙げます。で、千賀選手、まあ皆さん強い強いとツイッターやら何やらで言ってますよね。まあ確かに強いです。かなり。で、リーグオーダー的にもすごい強い。ただ、リアルタイム対戦の今のランク戦では正直あまり変わらない。今までの戦が通してあまり変わらない。正直言ってフォークがあったところでですね、このフォーク落差があったところで見分けれますんで、ここが例えばスプリットやとしましょう。このスプリット、変化量が例えばこれでスプリットやとしたらかなり最強です。非表示でも正直見分けはつかないかもしれない。球威も S でね。うん、キレが S で。まあ確かに強いですけどね。まあ普通の投手よりもリアルタイム対戦では活躍すると思いますが、まあ正直上位層には、まあランク戦は通用しないと。で、甲斐野投手ですね。甲斐野投手はここフォークがスプリットだったらまだ良かったですね。ただツーシームの変化量が F なんですよね。まあ変化量って言うんですかね、わかんないですけど、まあもう正直ストレートのところにカーソル置いたら変わらないんで、まあ打てますという感じですね。はい、ファイターズ。こんだけ言っといて俺打てんかった恥ずかしいけどね。ランク戦。ファイターズはね、まあ有原投手ですよね、言われてるのは。うん、まあ有原投手ツーシーム復活したところでですけどね、正直言って。はい。まあ僕的にはね、宮西選手ですよね。宮西選手、正直リアルタイム対戦って対ピンチ、わかります？この対ピンチ、つくかつかないかによってすごい強さ変わってくるんですよね。宮西選手ね、まあ、スラーブが2種類あるということで、回転がまあ見分けられるっていう部分もあるんですけども、正直ストレートも QA ですし、対ピンチついたとき、僕、宮西投手、結構打ちにくかった印象ですね。で、金子投手ですね。金子投手も、これ S ランクとして出てきたとき、スプリットがね、あるんですよね。これがね、例えば、特殊能力が対ピンチだとしたら、結構強いんじゃないかなと、ツーシームも多分 D か C か、C か B ぐらいなのかな、ちょっとごめんなさい、分かんないですけど、金子投手かな、ファイターズやったら、うん、パワー上がってますね。うん、はい、来ました、バファローズ。あ、バファローズ。あ、じゃあ、バファローズ。はい。バファローズはもう山本選手ですね。で、山本選手、リーグオーダーにも必ず入ってきます。9位型で。どっちは無理なんか。あ、どっちは無理か。けどね、ほんで、リアルタイム対戦ですよね。皆さんが注目してるのは。まあ、リアルタイム対戦、今のランク戦じゃ正直、あまり変わらないです。ただ、非表示になるとめちゃくちゃ強い。で、対ピンチが外れてんのが痛いよね、これ。まあ、伸びはね、結構僕、この前、非表示でやった時すごい伸びを感じたんで、伸びのね、リアルタイム対戦での影響は結構強いと思うんですけど、うん、まあこれスプリットですよね。だから、ツーシームスプリットですよ。ここがフォークだと正直もう意味ないですよね。正直リアルタイム対戦別に通用しないかなと思ったけど、縦カットもね、結構これ厄介なんですよね。縦スラって思っちゃうんですよ、一瞬。回転が似てるんですよね、縦カットと縦スラ、確か。
なので縦カット来た時縦スラと思ってちょっとカーソル下にしすぎてフライを上げがち。これ多分やってる方わかると思うんですけど、なのでここ縦カット変化量1っていうのが強いよね、うん、まあ山本投手はね、まあ普通のランク戦でももしかしたら通用するかもしれないし、まあ非表示は必ず使っていい選手ですよね。なので僕決勝までに山本選手は絶対ゲットしたいですね、アニバーサリーで。はい、マリーンズはね、もう石川投手かな、僕は推したいのは。なぜかというと特殊能力超コントロールなんですよ。これさっき言った通り対ピンチ持ってるピッチャーはリアルタイム対戦強いで、超コントロール持ってるピッチャーはもう結構強いと思ってるんですよね。ただ石川投手ツーシームないんですけど、ストレートまあ F がちょっと痛いけど、まあ狙ったところに投げれるっていうのが結構でかい。シンカー、ほんでこの高速シンカー変化量1ですよね。これ例えばインコースのギリギリのところ、まあ自分で頭の中に変化量を把握しながらのインコースギリギリ、本当にギリギリに投げたりしたらまあ手出ないでしょね。でそこに例えばシンカーとか落としたりで、まあカットスライダーはまあそうやな、タイピンチがないからな、ここなんですよね。この変化量の差はね少なすぎる。2と3でしょ正直打てるなこれは、うん。非表示の大会はカットボールが打たれるんですよね。なぜかっていうとストレートと球速があんまり変わらないでしょ、まあ、あんまりって言ってもこれ9キロ変わってますけど、でカットボールの変化量少ないでしょ。なのでストレート待ってたら、例えばちょっとタイミングが遅れたとしたらちょうどレフト線飛んでいったりとかするんですよね。なので非表示はカットボール向いてないんですよ。でランク戦もまあこの超コントロールが生きればまあいいかなっていう感じですね、マリーンズは。はい、石川投手、あ、松永選手忘れとった。対ピンチ継続してるから特殊能力強いと思う多分。でイーグルスは今のところ則本投手かな。則本投手のこの変化量のフォークとスプリットのこの変化量の差が結構大きいので強いんですよ。前シーズンの則本選手いつかな、タイトルホルダーぐらいの則本選手か、フォークとスプリット落差変わらないんですよ。なのでちょっとカーソルミスったとしても捉えれてたんですよね。なので僕が持ってる則本投手はタイトルホルダーの則本投手なんでそこまで強くないんですよ。ただ次のシーズンぐらいから則本投手このフォークとスプリットの差が増えたので強いと言われてます。でストレートもね速いんですよね、非表示打ちにくいんすよ、うん。でカープは今のところなしですね。床田選手もちょっとねツーシームがあったらってとこかな、うん。高速スクリーンも結構強いからな。でヤクルト、え、寝てる？寝てませんよね。あとグローブないきないんヤクルトもちょっと今のところいないな。でジャイアンツ、ここね問題視されてる菅野投手ですよね。確かに劣化はしたけど特殊能力も援護なんですよね。超援護でしょこれ。正直リアルタイム対戦意味ないからな超援護。けどねこのあの能力は強いんですよ。言うても強いからリーグオーダーにも入ってきますよね。ただスタミナ型なんかなこれ、もしかしたら分かんない。強化したらどうなるのか分からんけど S ランクで。でリアルタイム対戦はまあ確かに変化量とか落ちてますけど球威も、ただ強いですよ。なぜかっていうと僕ワンシーム苦手なんですよね。これ大会前に言うのもなんですけど、ワンシームのね変化量がなんかね気持ち悪いんですよ、捉えれないんですよね。でちょっとワンシーム E ってなったんがちょっと痛いかな。これが DC やったら強いけどね、かなり。でフォークの落差も下がってるんで、でしかも対ピンチがないでしょ。あー痛いなこれ。そっかー、ちょっとそうですね、まあ一応先発には入ってくるかなっていうとこですね。まあ特殊能力で例えばこの超援護でその下が対ピンチ下位とかであればまだいいですよね。で僕ね高木選手いるでしょ、高木選手ね、これ特殊能力何になるか分かんないですけど、ちょっとタイピンチになってほしいんですよね。左ピッチャーのツーシームって打ちにくいんですよ。僕左バッター多いでしょ、打線。なんかね、左バッターの時左ピッチャーのインコース高め、ツーシーム、なんか打てないんですよね。で、しかもスライダーの変化量が1、高速スライダーの変化量が2、これちょっと肝なんですよね。うん、ちょっと見てみたいですよね、Sランクでの高木選手。ぐらいかな、G は。で、ベイですね。ベイスターズは今んとこいないですね。はい。いないです。で、D ですね。ドラゴンズ。ドラゴンズはね、僕ね、ちょっと注目してるのがね、ロドリゲス選手なんですよね。ロドリゲス選手ね、ツーシーム A なんですよ。対ピンチなんですよね。これどうなんのこれ。ツーシームの変化量どうなんの、ちょっとめっちゃ気になるわ。見てみたいわ、一回。S 座手、まあ、球種少ないから多分打ちやすいと思うんですけど、このツーシームの変化量注目ですよね。非表示強いかも。清水投手もな、これスプリットの変化量もう一個あったら結構強いよな。まあ、ドラゴンズ僕好きなんでね、比較的ひいきしたいんですけどね。うん。はい、タイガース。まあ、西選手でしょ。超コントロールでしょ。うん。西投手でしょうね。僕好きなんですよね、西投手。まあ、対ピンチ、下位もついてくれれば、このカットと高速スライダーの変化量増えたよね、これ多分。球威も増えてる。で、縦スラでしょ。この変化量1の縦スラ。で、ストレートナチュラルシュート。で、高速シュートもあって、うん。やっぱ西投手強いよな。まあ、打ちやすいっていう方もいますけど、僕打ちにくいんですよ。PJ もな、PJ も惜しいよな。対ピンチじゃないよな。あ、そう、ジャイアンツ忘れてた、マッソン投手。まあ強いですよ、正直言って劣化したけど、うん、別にツーシームの変化量変わってないし、非表示の大会は強い、うん、
スプリットもちょっと球威落ちたけどね。ここがね、超剛速球やったら結構もうちょい強かった。超剛速球めっちゃ強いんですよ。パワーめっちゃ落とすんでね。ぐらいかな、12球団評価。まあちょっと軽くざっと説明したけど、どうですか？ちょっと僕あんまりね、こういうの得意じゃないんで、まあ分かりにくかったかもしれないですけど、まあちょっとコメント欄とかでまた教えてください。もうちょい知りたいとか。うん。まあ今注目されてる千賀投手、菅野さん、山本投手は、まあ確かに強いんですけど、今現状のリアルタイム対戦のシステムとしては、あまり変わらないんですよね。だからここのね、リアルタイム対戦のシステム、例えば昔のスラカットとかあった時は、まあさすがにあれはちょっとね、きつすぎたかもしんないけど、ちょっと今後ね、このリアルタイム対戦のシステムというものが、どういう風に変わっていくかっていう感じですよね。現状は正直言って、ピッチャーがいくら強くなっても、リアルタイム対戦の上位層のバッターからしたら、あまり変わらない。多分、上位層の方どうですか？はい、非表示はもうね、投手制なんで、非表示は正直言ってどのピッチャーも強いんですけど、特に山本投手とか、この辺になってくると本当に打てなくなってくるよね。まあそんな感じですね、考察は。はい、なので、まあ今後ね、どういう感じで変わっていくか分かんないですけども、ぜひね、システムというものを注目していきたいと思います。はい、ちょっと簡単に説明しましたけども、まああまりきついこと言わないでね。はい。はい、ということで VIP でした。ありがとうございました。